国道66号線、国道66号線、国道66号線、US ルート66は、アメリカ合衆国中東部のイリノイ州シカゴと、西部のカリフォルニア州サンタモニカを結んでいた、全長 3755km、2347マイル、の旧国道。1926年指定、週間高速道路の発達によりその役目を終え、 1985年に廃線となった。ルート66、ルート66とも呼ばれ、大陸を横断する。この道は、アメリカ西部の発展を促進した重要な国道であり、映画や小説、音楽などの中に多く登場し、今なお、アメリカのポップカルチャーの題材にされている。 1956年に同じナンバーを有する週間高速道路66号線が開通しているが関係のない別の道路である。ルート66と呼ばれる、この国道にはいくつかの別名があった。国道66号線は以下の8州を通っていた。以下は沿道の都市の内主なものである。国道66号線の設置以前から水売州内、 セントルイスとスプリングフィールドの間には、オセージ・インディアントレールと呼ばれる、ネイティブアメリカンの古い道が通っていた。1800年代初頭、電報線がこの道に沿って引かれると、この古い道は、ワイヤーロード、ワイヤーロードと呼ばれるようになった。なお、電報線そのものは、スプリングフィールドよりもさらに南、アーカンソー州フォートスミスまで引かれた。後に、この道は、 オールドワイヤーロード、オールドワイヤーロードと呼ばれるようになった。1922年、この古い道は、ミズーリ州道14号線、となった。この州道は、セントルイスジョプリン間 500km、319マイル、を結ぶもので、途中スプリングフィールドを経由し、ミズーリ州を東西に横断していた。また、この道は、オザークストレール、オザクストレイルズの一部でもあった。 なお、現在のミズリ州道14号線は、国道40号線の創設時に、旧ミズリ州40号線が混同を避けるためになお、変えたものであり、この道とは異なる。この旧ミズリ州道14号線こそが、後に、ルート t 6 6と呼ばれ、アメリカ合衆国の歴史に残る、国道66号線へとなる道であった。アメリカ合衆国で、 初めて国道システムの設置が提唱されたのは1923年のことである。国道66号線は1926年に連邦最初の国道の一つとして創設された。国道の設置にあたっては国道番号を偶数とすること、及び番号を60から始めることが提案に盛り込まれていた。議論の結果、国道60号線はバージニアビーチとミズーリ州、 スプリングフィールドを国道62号線は、シカゴとロサンゼルスを結ぶ国道として定められた。アメリカ合衆国南西部を東西に貫く、この国道には、覚えやすく、言いやすく、聞きやすいという理由で、ゾロ目の番号66が当てられた。国道システムが正式に創設されると、1927年に、オクラホマ州タルサで国道66号線協会、 が発足した。この協会の目的は国道66号線の舗装促進及び利用者の増加を図ることであった。翌1928年には同協会のプロモーションの一環としてバニアンダービー、ブニオンダービーという競争レースを取り行った。これはロサンゼルスからニューヨークまで大陸を横断するもので、シカゴまでは国道66号線を走るルートになっていた。 ウィル・ロジャースを含む著名人たちが沿道に応援に駆けつけるなど、プロモーションは成功を収めた。同協会は1976年に解散するまで、沿道の産業界側の窓口としての役割を果たした。交通量は日増しに増えていった。全体的に平坦な地形など、地理的な条件にも恵まれ、トラック輸送には適した道路であった。1930年代には、 土壌流出により、カンザス・オクラホーマテキサス各州らカリフォルニア州へ移住する農家が西へと向かうための道としての役割を担った。この様子をジョン・スタインベックが怒りの武道で描いている。大恐慌時代には、この国道の存在は沿道の住民に安心感を与えた。小さな町村を縫うように走り、交通量も増加の一途をたどっていたため、沿道には、 各種商店やレストランなどビジネスを起こす会にあふれていた。創設された当時は他の多くの国道と同じようにほとんどは未舗装の誇り道であった。しかし国道66号線協会の努力により1938年に国道66号線は全米の国道で初めてとなる舗装がなされた。ブラッティ六、6島みれの十六号線と呼ばれるような 危険な場所もあったが、ルートの変更などにより次第に危険なカーブが、ルート上から取り除かれていった。しかし、アリゾナ州のブラックマウンテン山地を超える一箇所だけは1953年までヘアピンカーブの連続する曲がりくねった道として残った。それでも、国道66号線は人気の高い道路であり続けた。第二次世界大戦中、カリフォルニア州で、 軍需産業が発達し、西への人口の動きはさらに加速した。そうした状況下で、国道66号線は軍用品の運搬路としての役割を果たした。国道66号線の近くにあったミズーリ州のホート、レオナードウッド陸軍基地は、軍の交通需要に応えるため、迅速に国道の拡幅を行った。1950年代に入ると、 国道66号線の主な通行車はロサンゼルスへのバカンス客へと取って代わられた。この国道はアリゾナ州内においてもグランドキャニオンの近くを通っていた。同州のバリンジャークレーターも人気の高い観光地であった。こうした観光需要の高まりにより沿道にはモーテルや各種ショップが立ち並ぶようになった。また沿道ではドライブスルーの設置や マクドナルドの登場など、ファーストフード産業も生まれた。このような沿道の変化は、ルート66を単なる道路ではなく、アメリカ近代文化の縮図へと変貌させていった。1930年代、国道66号線には、以下の4つの大きなルート変更がなされた。また、国道66号線には、沿道の大きな都市での渋滞を回避するため、 バイパスや環状道路が設けられた。このような道路が設けられた都市には次のような例がある。国道66号線の衰退への道は1956年、ドワイト・アイゼンハワーの連邦補助高速道路法に調印したことによって始まった。この法律は、第二次世界大戦のヨーロッパ戦線において、アウトバーンを重くしたアイゼンハワーが、アメリカ合衆国にも、 そのような高速道路網を建設しようとして成立させたものだった。以後、この法律によりアメリカ合衆国内の主要な国道は次々に週間高速道路に置け変わっていった。国道66号線も例外ではなかった。高速道路の技術が発達するにつれて技術者たちは常に都市間を直線的に結ぶルートを考えていった。 第二次世界大戦後の交通量の激増によって国道66号線も大小の変更を余儀なくされた。例えばイリノイ州においてはシカゴからミシシッピ川岸に至るまでの州内全線を4車線に拡幅しバイパスも町という町に建設した。1950年代初頭から中盤にかけてはミズーリ州においても4車線への拡幅が行われた。 両州の4車線に拡幅された国道66号線のほとんどの部分は後に週間高速道路へと置き換えられていくことになった。1953年国道66号線の初の大型バイパスとなるターナーターンパイクがオクラホマ州タルサオクラホマ市期間に開通した全長 140km88 マイルに及ぶこの有料道路は 国道66号線に並行し、沿道の街を迂回して走っていた。この有料道路は1957年に、ウィル・ロジャースターンパイクと合わさり、タルサ・オクラホマシティ・リョとミズーリ州の宗教の街ジョプリントを結んだ。この有料道路も、また、国道66号線に並行し、沿道のオクラホマ州北東部やカンザス州内の街を、ことごとく迂回してった。 この日本のターンパイクはやがて、タルサの国道66号線バイパスと共に、週間高速道路44号線となった。テキサス州においては、国道66号線を週間高速道路で置き換える計画が、建設にあたって訴訟座たとなったことにより頓挫した。この頃になると、国道66号線協会が地元産業界を代弁し、 周刊高速道路の建設反対を訴えるようになった。周回高速道路は地上の道路とランプウェイでのみ接続する形であるため、道路の開通によるビジネスの機会につながりづらく、結果として産業の損失となるのではないかという懸念があったためである。このような訴訟は有料道路以外ではあらゆるところで起こった。水売り州のいくつかの町では、 国道66号線の標識を町から撤去して、週刊高速道路を建設したら、提訴すると、州政府に脅しをかけたしかし実際には訴訟は起こらなかった。また、いくつかの企業は、国道66号線との関連性で有名だったため、66という番号を失うことを恐れ、水売り州政府に、国道66号線のセントルイスオラホマシティカを、 週間高速道路66号線として制定することを求めたが、中政府に拒否されてしまった。1984年、アリゾナ州ウィリアムズで、週間高速道路40号線の完成により、国道66号線の最後の部分が置き換えられた。その翌年、国道66号線は正式に廃線となり、59年の歴史に終止符を打った。 周回高速道路は国道66号線のルートを一本で完全に置き換えたものはなく以下のように5本の道路に分割されてカバーされている。廃線後、道路は様々な形に転用された。国道66号線の沿道の多くの都市では道路は週間高速道路を保管する通勤道路、ビジネスループとなった。修道、軍道、市町村道、 指導となった部分もあった。道路としては完全に使われなくなった部分もあった。一方でミズーリ州、スプリングフィールド、オクラホマ州タルサ間のように保存されている部分も数多く存在する。現在でもルートの80%以上は緻密な計画のもとに車でたどることができる。この国道の66という数字は各州の修道に引き継がれている。 ミズーリ州道66号線、266号線、366号線は、すべて国道66号線のルートであった。オクラホマ州道66号線は、近くを通るターンパイク、有料道路の無料のバイパスとしての役割を果たしている。アリゾナ州では、アリゾナ州道66号線となり、キングマンへと通じている。ロサンゼルス東港のサンバーナーディーノなどいくつかの、 都市では、フットヒル大通りをカリフォルニア州道66号線としている。また、軍道や指導でもこの66という数字を引き継いでいるものは少なくない。1990年、アリゾナ州とミズーリ州で、それぞれ、ルート66協会、ルート66アソシエーションが発足した。同年、ミズーリ州政府は、州内の国道十六号線を、 州の歴史的街道に指定すると宣言した。最初のヒストリックルート66の標識は、同州スプリングフィールド市のカーニー通り、カーニーストリート上グレンストーン通り、グレンストーンアベニューとの交差点に設置された。なお、この標識は現在では、同州ユリーカ市の近くに位置する国道66号線記念州立公園に移設されている。他の沿道諸州も次々と、 ルート66協会を発足させ、ミズーリ州に続いた。アリゾナ州を通る部分では、この国道は国の史跡に指定されている。ロサンゼルス都市圏のアロヨセコ公園道路とニューメキシコ州を通る部分は、国指定警官街道になった。2005年には、ミズーリ州がこの国道のイリノイ州からカンザス州に至る部分を警官街に指定した。 カリフォルニア州のフットヒル大通り、前日沿いには国道66号線の標識が立ち並んでいる。国道66号線は廃線となったが、ルート66は企業の名前として、あるいは文学、音楽、テレビドラマなどでその名が生き続けている。ガソリンスタンドのフィリップス66はその一例と言える。 オクラホマ州内での国道66号線はほぼ平坦な直線道路だったため、1920年代後半にタルサの石油会社がガソリンの新製品のテストに要した。テスト中、検査員の一人は速度計を見て車は時速66マイル、約106キロメートルで走っているようだと言った。この時の車の速度と国道の番号をかけて新製品は フィリップス66と名付けられた。フィリップス66は、後に、この子フィリップス所有のブランドとなったが2012年に、生成販売部門が、フィリップス66として独立し、現在においても一企業として存在する。1940年、カリフォルニア州の作家ジョン・スタインベックは、怒りの武道を発表した。この小説には、 カリフォルニアに移住するために精神するオクラホマの農家が描かれた。作品中、一家は偏見や貧困といった様々な問題を乗り越え、明るい未来を求めて西へ西へと進み続ける。この小説の中で、スタインベックは西へと向かう、道の描写に一節を費やし、節の内容をオクラホマ式と国道66号線に集約させた。この作品の中では、 国道66号線はマザーロードと記された。このマザーロードは現在でもこの国道の別名として残っている。後にこの小説がピューリッツァー賞を受賞したことにより、この国道の知名度はさらに高まった。1946年、ジャズピアニスト、作曲家のボビー・トゥループは自ら国道66号線を走ってカリフォルニアへ赴き、 ルートシシッックステクスという楽曲を書き上げた。楽曲のタイトルは、トゥループの最初の妻、シンシアが思いついたものであった。ナットキングコールの歌唱によりこの楽曲は大ヒットした。この後、この楽曲はジャズスタンダードとして、ローリングストーンズを含む数々のアーティストにカバーされることになった。ルートシシックステクスにちなんだテレビドラマも放送された。中でも、 代表的なのは1960年から1964年にかけて CBS 系列で放送されたルート66である。ドラマ中、絞れエコルベットに乗った二人の若者、トッド、トッドとバズ、バズは冒険を求めてアメリカ中のハイウェイを走っていく。しかし、多くのシーンはロケで撮影されたにもかかわらず、タイトルとは異なり、実際に、 国道66号線がロケ現場となることはほとんどなかった。このドラマの放送をきっかけにコルベットはルート66に最も関係の深い車となった。ゼネラルモーターズにはコルベットと並んでルート66に関係の深い車、キャデラックがある。テキサス州アマリロの近くにはビンテージもの,のキャデラック10台を並べ、 戦闘地中に沈めて立たせたというモニュメントがある。スポーツの世界にも、ルート66にちなんだ名前が存在する。NBA の下部リーグ、ディベロップメントリーグ、ディベロップメントリーグのダルサ66サーズは、国道66号線に、チンで名付けられた。野球のマイナーリーグにも、インランドエンパイア66サーズというチームがある。 ルート66にちなんだファッションとしては、K マートで売られているジーンズのブランド、ルート66が挙げられる。1995年に公開されたディズニー映画、グーフィー・ムービー・ホリデーは最高。では、グーフィーとマックスが国道66号線を走ってバカンスに出かける。2006年夏公開のディズニー・ピクサー映画、カーズは、 国道66号線沿線の小さな町を舞台としている。この映画は当初、ルート66というタイトルで公開される予定であったが、1960年代のテレビドラマ、前述と混同しやすいという理由から解明された。アメリカ合衆国のドラマ、プリズンブレイクにもルート66は登場し、ドラマの個別タイトルにもなっている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。